だ中が言ってない。はあ、そうか。俺、左腕が折れた。痛みが激しいところは左腕と左側頭部、肩も痛めたかな。ああ、枝に引っかかったのか。それで肋骨も折れているかもしれないな。なんて無様なんだ。自分の体一つまともに動かせないなんて、こんな姿眉にはとても見せられないな。眉、いないで、いないで。私の内臓見ないで。すでに綺麗な炸裂したいが、キラキラした光沢、真っ赤に熟れた情熱的な臓器、細長く埋める腸、中身を見られて恥ずかしいかい？名も知らぬ君。俺の携帯に永遠に残しておいてあげるよ。はしたない君よ。
痛い。気持ち悪い。あちこちから、据えた匂いがする。ここには、あとどれくらいの人間が、息をしているんだろうな。持田、岸沼、中島、篠原、委員長、先生。
それに持田の妹、あれから誰とも会っていない。みんな死んだのか。生きているのは俺だけ。ありえないことじゃない。こんな環境で生き残るには相当の覚悟が必要だろう。こんなところにも死体が。さっき見たときは気づかなかったな。昼も夜もない異常な場所。時が止まっているように見えてちゃんと動いてる。死体の腐敗が滞りなく進み、やがてそれらは骨になる。まったく変なところだよ、ここは。明日我が日か。遅くなってごめん。迎えに来たよ、マーユ。小さい頃の俺は病気がちで家に一人でいることが多かった。忙しいからと家族で出かけることもほとんどなかったし、どうせ期待しても叶わないのなら最初から期待しない方がいい。そう思うようになってからは逆に一人でいる方が楽だ。いつも部屋に閉じこもるようになった。普通、子供がそんな状態でいたら
親は心配するもんだろう。でもうちは違ってたんだ。父さんは医者だから家にはほとんど帰ってこなかったし、俺と話すときは問診みたいにあれこれ聞いて、まるで患者扱い。俺にとって父さんは父親というより医者のイメージが強かった。喋らない、笑わない、そんな俺に母さんはいつもビクビクして腫れ物に触れるように接してた。そんな環境だったから実の親さえ信用できない人間になっていた。家族の中で唯一信用できたのは祖父くらい。祖父が亡くなってからは毎日がぼんやりとした無気力状態になっていたと思う。マユと会うまでは、もしマユと出会っていなかったら芝居の楽しさも知らないままだったかもしれない。これからもずっと一緒にいるよ、マユ。これで全部？あれ？ない。ない。ない。マユの髪飾りがない。どこだ？どこに行ったんだ？持って行ったのか。くそ。ごめんマユ、でもきっとどこかにあると思うんだ。必ず見つけるから。ここには俺以外生存していないと錯覚してしまいそうだ。子供というものは実に残酷で素直で貪欲な生き物だ。それだけに追い詰められた時の反応は興味深い。だが死して肉体を持たないものはただの醜悪な怨念の塊に過ぎない。生を象徴する肉体に執着してこそ人は美しくも儚い魂の輝きを放つことができる。死した者に興味はない。
誰かいるのか。今宵、北の空に輝くポラリスに誓いを立てよう。私は生涯、君だけに愛を捧げ、私のすべてをかけて君を守ると。あの仮面舞踏会で、互いの素性も顔も知らずに恋に落ちた。対立する一族でありながら惹かれ合ったのは、運命以外の何者でもない。君のぬくもりを感じながら踊る一曲一曲が、人目を忍んで何度も唇を触れ合わせたその瞬間が、まさに夢のようだった。私は今、君を返してしまったことを悔やんでいる。あの時、君をさらっておけばよかった。たとえ、すべてのものから非難されようとも、そうすべきだったのだ。こんなにも苦しく、君を欲してやまない。今にも胸が張り裂けそうだ。いや、私はすでに、狂っているのかもしれない。ああ。すぐにでも君のもとへと飛んでいきたい。しかし、時を誤れば、いたずらに君を苦しめ、窮地に追い込むことになるだろう。夜空に輝く星たちが、何かを予見するように瞬いている。彼女の身に、私の想像を絶するほどの災いが降りかかりはしないかと、胸騒ぎがしてならない。出会うべくして出会った最愛の人。なのに、運命は常に私たちを分かつ。なぜそっとしておいてくれないのか。なぜ私たちを祝福してはくれないのだ。星たちよ、答えてくれ。私たちが一体何をしたというのか。彼女の手も足も髪も、唇も、彼女のすべてが清らかで、神に愛されし、聖なる存在。スズランのように、可憐で汚れなき彼女を、あらゆるものから守りたいだけなのだ。奇弁と言われれば、確かにそうかもしれない。独占欲を正当化して、守護者を気取ってみたところで、所詮私も男なのだ。愛しい女性を、この腕に抱きしめたいと思うこの衝動を、止めることはできない。最初は、笑顔が見られればそれで幸せだった。しかし、思いは日に日に高まって、ただ見ているだけでは、耐えられなくなったのだ。君の頬に触れたい。君の髪に触れたい。そう思うことは、罪なのだろうか。君が辛い時は、そばに寄り添い、支えたい。君を幸せにするためなら、何でもしたいと思うことは罪なのだろうか。こうして、離れた場所からしか、愛を語ることができないなんて。そんなにも、私は大きな罪を犯したのだろうか。もし、私の手が汚れているというのなら、すぐに切り落としましょう。もし、私の目が彼女を汚すというのなら、すぐに潰してみせましょう。だからどうか、もう一度。彼女の手に、唇に口づけること
お許しください。なかなかの名演技じゃないか。そんな特技があるとは知らなかった。お前は確か刻み優也と言ったか。覚えていてもらえて嬉しいぜ。まさか本当に会えるとはな。同類の人間には縁があるらしい。勝手に同類扱いしないでくれ。俺はお前みたいな趣味はない。ほう。ナイフに血がついている。おっと、これは失念していた。ああそうだ、思い出したよ。お前の趣味は携帯で死体の写真を撮ることだったな。如月学園の森重作太郎。そうか、やはりあの時見られていたのか。お前もなかなかいい趣味してると思うぜ。死体に興奮を覚えるなんてな。別にお前に知られたところでどうということはない。この狂った世界で禁忌なんてあってないようなものだ。そうだな。残された命をどう使おうが個人の勝手ってやつだ。それでお前は人を殺して回ってるってわけか。おいおい、人を無差別殺人犯みたいに言わないでくれ。俺は自分の興味を引くものしかやらない。人殺しには変わりないだろ。お前に興味を持たれた人間はたまったもんじゃないな。まるで人事みたいに言うな。なるほど、すでに俺もその興味対象の一人ということか。ま、否定はしないでおこう。別に人を殺している人間なんて俺だけじゃないだろ。聖者に殺されようが亡者に殺されようが死ぬことに変わりはない。いや、亡者に殺される方がもっとむごい殺され方をするかもな。この髪飾りをつけていた子みたいに。それはなんだ、お前の知り合いか。それは渡してもらおうか。ああ、これはお前の恋人のものだったのか。違う。なら、なぜこれを欲しがる。それは。それは？お前に言う必要はない！危ないな。いきなり殴りかかるなんてさ。話せ、腕が痛いじゃないか。話したらまた殴りかかるだろ。うるさい！いいから話せ！
嫌だね。せっかく捕まえた獲物を逃がすなんてもったいないだろう。答えろ。あの髪飾りの持ち主はお前にとってどんな存在だったんだ。なんでお前にそんなこと答えなくちゃいけないんだ。生意気なのは好きじゃない。痛そうだな。ほら、早く答えてくれよ。くっ、マリは妹みたいな存在でいつも一緒だった。へえ、あの粉砕死体はマユちゃんっていうのか。マユは死んだ。うん？マユが死んでない。死んでないんだ。何がおかしい。何がってお前。あれが死んでないわけないだろう。人間なんてものはな、腹を人差ししただけで死ぬんだよ。たったそれだけで死ぬってのに、人の形をしていない奴が生きているわけがない。マユは生きてる。生きているんだ。聞こえたんだ、携帯からマユの声が聞こえたんだ。マユは生きてる。だってほら、そこにいるじゃないか。お前、まさかあの袋に。髪飾りだけが見つからなかったんだ。そういう意味ではお前には感謝してる。離せ、離せ。これで全部揃う。シエニー、もういい、もういいよ。マユがずっとつけてた髪飾り、やっと見つかったよ。バカバカしい。そんなものは自己満足に過ぎない。ただの独りよがりだ。その袋の中身は廊下に落ちていたあの肉塊だろ。だいたいその子が頼んだのか。自分の体をかき集めてくれと。黙れ。お前はその行為で許されようとしているだけだ。守れなかった罪悪感をごまかそうとしているだけなんだよ。黙れ！お前は肝心な時に一緒にいなかった。見殺しにしたようなもんだろ。彼女は恨んでいるかもしれないな。助けてくれなかったお前を。私はそんなこと。
ここに来る前に会った子供の霊たちは散々恨み事を言っていたからな。きっとそのマユって子もそばにいて、お前も早く死ねと言っているかもしれない。違う、そうじゃない、死ねない。そうか、そうだよな。俺はマユを守れなかった。大切な大切なマユは死なせた。シゲニーのせいじゃない、シゲニーのせいじゃないよ。私がいけなかったの。私があの子たちに同情なんかするから。寂しくて誰かと話してないとおかしくなりそうで、篠崎さんや岸沼君の言葉ちゃんと聞けばよかった。私シゲニーともう一度会えただけで、それだけで嬉しかったんだよ。大切な存在だったんだろ。なのにお前はその子を一人ぼっちで死なせた。この先罪悪感と後悔を抱えながら命尽きるその瞬間まで生き延びるのもいいだろう。それとも自ら命を絶つことで贖罪とするか、なんなら手伝ってやってもいい。やめて。マユ、私はシゲニーに生きていてほしい。何も知らないくせに変なこと言わないで。マユ、私ね、シゲニーのこと大好きだったんだよ。恥ずかしいからずっと言えなかったけど、こんなことになるなら伝えておけばよかった。マユ、だからシゲニーには私みたいになってほしくないの。本当だよ。守れなくてごめん。好きだよ。一緒に行こう。死は人を分かつものだ。
死は人を無に帰す。死によって得られるものは永遠の安らぎか、それとも永遠の苦しみか。これが役に立ったようで何よりだ。悲しいが美しい。優秀のワルツだったよ、森重。